皆さんこんにちは。第29回ワイズキャンプです。やった。はい。今日のテーマはですね、なんと昨日創業9周年ですね、迎えまして、祝9周年ということで、10年目に向けて今後の展望を語るという回にさせていただいております。で、なんとゲストにですね、代表社長の山崎社長、お迎えさせていただきまして、今回のメンバーは私、教育部の酒井と、一号新卒、事業統制部部長の大谷さん、この3名でお送りさせていただきます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ですね、昨日、9周年を迎えたということで、社長の方で何か今までを振り返ってですね、何か思ったこととか、ちょうど9周年目であったりされますか？されました、昨日。そうですね、思ったこと、はい、まあ、ここまでちょっと長かったとは思うので、一番苦労したこととかですね、あ、やってきてよかったなと思えたこととかですね。難しい質問ですね。言うけどね、毎日苦労してるよねっていうこと。苦労するから会社が伸びるからね。そういう意味では、ね、よく聞かれるけどね、一番大変だったことなんですかとか、苦労したことなんですかってなるけど、まあ、毎日大変だよなっていう。そうですよね。ちなみに自分が入社をした時がちょうど、まだ会社が200名ぐらいで。で、今、今年新卒が入って1300名ぐらいに増えたと思うんですけど、まあ、結構急激に拡大してきた中で、なんか会社が大きくなってきたなとか感じられた瞬間ってあったりしました？そうだね。そうだよね。大きくなってきた瞬間。まあ、今振り返ると大きくなったって感じですかね、どっちかというと。そうだね。大きくなってきた感じは、でもやっぱ入社式とかね。はい。そういうのを感じたよね。はい。すごい印象的だったのは多分大谷さんの回。そうですね。非常に自分のワイズソング3を聴きながら感動されていた社長を見てですね。いや、いい会社に入ったなって思って、覚えてる。昨日ちょっとその話したね。あ、本当ですか。昨日役員陣と経営合宿みたいな感じでね、はい、今会議してるんですけど、はい、ちょっとその確かにね、一号新卒の入社式は、はい、100人ね、初めて新卒が入ったからね、はい、3年目で100人だったからね。そうですよね。うん、確かに急激に伸びた年な気がしますね、一号新卒の代が。大塚ベルクラシックでね、はい、入社式やったね。やりました。確かにあそこは大きくなったなっていうターニングポイントだったかもしれないね、あの時はね。一番その大きくなってきて、そこから一号新卒で入社をした人たちが今結構活躍し始めてきていて、まあそれこそ大谷さんとかも会社の制度とかルールとか大切な主軸なところを結構見ている方が多くなってきているので、結構一号新卒あたりの入社が大きく会社に与えた影響ってあるんじゃないのかなって、ちょっと今話を聞いてて思いました。でもさ、やっぱ酒井が 1-4 で、大谷が1号新卒だけど、はい、やっぱり2人も今部長という役職だけど、やっぱ、ハマったわけだよね、責任がね。はい。こうなっていくと、成長のスピードもどん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 高くなっていくし、なんだ、役職も上がっていくよね。うん、そうですね、すごいその今まで本当に会社の中に入ってよかったのは、すごいチャレンジをさせてもらえる。で、失敗に対しても、まあ、もちろん、ね、叱られたりとかっていうことはありますけど、なんかいい意味で許容してくれる環境だったっていうのは、すごいありがたかったなと思ってます。
だからやっぱりもっともっと、新入社員の方、すごい優秀な人たくさんいるじゃん。はい、2人の成功事例みたいなことって、もっともっと多分していかなくちゃいけないよね。誰に何を背負ってもらうのかっていうことを、はい。背負わせていくことが成長につながるし、役職にもつながるかなと思うんだよね。そうですね。特に今年またすごい優秀ですね。皆さんね、ちょろっと話す機会あるんですけど、頭の回転も早くて、ぜひぜひ新しい新卒たちが輝けるような会社にちょっとなっていったらいいなと、個人的にも思っております。うん。はい。はい。はい。なんか大谷さん、これまでの部分でご質問とか大丈夫ですか？結構、質問。そうですね。まあでも私が入った時と今の会社だと本当に全然違う会社になってるなと思うので、根本の部分はでも変わってないんですけど、すごく新しい事業だとか、新しい商材とか、あともう私が入った時にまだなかった制度だったの部分とかも、すごく整備されて、すごい急拡大というか急成長してるのを中にいながらこそ感じますね。うん。そうだよね。だから、これもさっき話してたんだけど、やっぱり、ワイズ伸ばしていくために、結構事業としての大きな大きな変化というか、イメージ変わったのは、昔はなんていうのかな、もう一つの商、この商材を申し込みしたいってお客様を集めて、申し込みをしてもらうっていうことが、中心になっていたけど、最近ってやっぱそこまで、なんだろうな。ちょっとその2手前、3手前とかまでのお客さんを集めて、獲得をするみたいな、ちょっとそっち系になってるから、営業も、なんだろうな、難しくなってきてるというか、それはちょっとあるかもしれないな、っていう話はちょっとしてたんだよね。よく社長がおっしゃられる占い営業、オンザテーブルでやる営業になってきたっていうところですもんね、最近で。そう。オンザテーブルね。はい。なかなか、まあそう考えると自分も今教育部として、今までにない教育の仕方とか、教えなきゃいけないコンテンツとか、変えていかなきゃいけないところ、残していきたい文化、そういうのをしっかりと選定して会社の新しい教育、というのを作っていかなきゃいけないなっていうのは結構日頃感じ始めてますね。そうだね。はい。はい。で、今ちょうど合宿されているということで、10周年今後に向けて、いろいろと事業についても、ミーティングとかされてると思うんですけど、ちょうど昨日、重大 DX プロジェクト、会社のホームページでリリースを、候補の方でも打たせていただいてまして、でちょっと今画面映せますかね、ここの方すいません。ありがとうございます。創業9周年企画ということで、ワイズクラウド、家計の節約、リーパス、官兵衛等々、10個のプロジェクトを載せさせていただいてます。ちょっと社長の中でこの中からいくつかピックアップをしていただいてですね、事業展望についてちょっとお話を聞かせていただきたいなと思ってるんですけども。そうですね。はい、例えば 2番の家計の節約っていうところとかって、はい、要は僕たちってインターネットの回線だったりとか、まあ、電気だとか、まあ、いろいろ、まあ、Wi-Fi だったりとか、まあ、そういうサービスを、はい、販売して売り上げを作ってきてたわけなんですけど、やっぱり、家計の節約っていう、節約したいっていうお客さんを集めて、そこに、まあ、オンザテーブルですよね。じゃあ、これで節約していきましょうっていうような、ちょっと2手ぐらい、はい。前の状態でお客様と接触するっていうことだよね。こういうようなことがうまくいくと、もっともっとワイズは伸びていくだろうなと思って、節約って一つだけじゃなくて、
ね、もう本当に数年間でじゃあ何節約できるのかと、何個できるのかって言ったら、すごくライフタイムバリューも長いと思うんだよね。そういうことだよね。ワイズとしての今後未来伸ばしていくために、そういうことを動きしてますよね。やっぱりなんていうか、究極のコンサルティング営業というか、そういう舞台を作っていきたいっていうところですよね。そうだね。単発じゃなくてね。ロングタイムにお客様サポートをしていくことだよね。8番目のこの DX 承継君とかっていうのも、要は DX しながら事業を承継していく。この承継するタイミングが1年後なのか3年後なのか5年後なのか。この辺っていうのは、もう企業の経営者の方の考えだったりとか、世の中のタイミングだったりとか、承継を受けてくれる、まあ、つまり M&A してくれる人が現れるのは、やっぱ一種の運だったりとかするわけだけど、それまでどう承継を、DX して会社の価値高めていくかとか、まあ、この辺がまあ、うまくいくと、こっからのワイズは面白いですよね。そうで、ちょうど、まあ、今人と企業の課題を IT で解決するっていうところから、その8番 DX 承継君ができると日本のね、課題を解決できるような企業になっていけるんじゃないのかなというのも、刑法とかを聞いていてすごい思いまして、でそれって結構大事なことで、かっこいい会社って自分大事だと思うんですよね。なんか外から見てすごいかっこいいな、あの会社って思ってもらえる。だそういう企業にぜひぜひこの重大プロジェクトを実現していきながらですね、していきたいなと、一応社員の一員としても思ってます。はい、ちなみになんかこの家計の節約とか DX 証券君とかもそうですけど、相手を思うっていうヒューマンポリシーを結構入れて長いじゃないですか。あれって社長が基本的には考えられてると思うんですけども、ふと思いつくんですか、やっぱり1年間今後どうしていこうっていうのを考えるときに。結構ふと思いつきますね。すごいですね。思いついたな。今年は、まあ、相手を思うこと大事だよね。そうですね、はい。うん、これは社内でも社外の人に対しても、大谷さんとかも結構メールとかで部下に相手を思うんだっていうのを飛ばしてるのを昔見たことがある。結構浸透しているいいヒューマンポリシーの一つだなと思ってます。はい、だからやっぱ社内の人、社外の人にやっぱメール返すだけでもさ、本当にそこにあと1文、2文加えるだけで全然違うじゃん。そういうことってなかなかできないし、できてる人って少ないよね。本当メールの返信一つで、全然変わるよね。そうですね。結構その相手の立場に立って、なんかどう見えるのかとか、どうこの人は捉えるのかとか、そういうところまで深く考えて、やっぱり、まあ、社内の返信もそうですし、まあ、営業とかもなかなかそこまでできてる人って多くないなっていうのは感じますね。すごい簡単なようで実は一番難しいことで、本当はワイズの中で一番大事で、浸透を本当の意味でさせていかなきゃいけないのが相手を思うだったりするのかもしれないですね。はい、ちなみに相手を思う関連で言うと、そのワイズクラウドですとか、結構長くやってきて、で、また重大プロジェクト今後、まあ、ワイズクラウドサイト、ソーシャル、サイトとして盛り上げていこうというところだと思うんですが、このあたり、ワイズクラウドとかと新しく始まった官兵衛とかってどうですかね。そうだよね。だから、ワイズクラウドっていうのは IT の総合商社として、まあ DX するんだったらワイズでしょっていうことで、こんなことやりたいんだけどっていうのをワイズの営業マンに相談してもらったら、まあ商品じゃこれですね、あれですねっていうような、まあ、DX コンシェルジュをやれるようにしていきたいっていうことがワイズクラウドですよね。これがなかなか難しいんだよね。結構、想定通りだったこと、この9年間ね、と、うん、想定通りにいかなかったことって分かれると思うんですけど、そういう意味では、社長の中では、なんか想定通りだったことと想定外だったことって、なんかありますか？やっぱり、
そのマーケティングからコンサルティングっていう話したけど、要はコンサルティングは難しいよねっていうのは想定外だったね。まあやっぱこの2年、3年ぐらいやってるけど、考えるっていうことが癖づいてないよね、やっぱりね。そう。だからヒューマンポリティに今年から学ぶっていうのを入れたけど、学ぶっていう、要は、そのお客さんの課題はこうなんじゃないかとか、課題に対してこうしたらいいんじゃないかって、基本的には Google 検索して10分考えたら結構分かったりすることだと思うんだよね。だけど、そこまでいかないと。相手を思って課題を解決する、ここの工程がいかないっていうのは想定外だったね。そうです。結構なんか相手に本気で関心を持つのって、その素でできる人とできない人と分かれるなとは最近本当に思っていて、うん、でやっぱ素でできない人の方が多いんですよね、人に関心を持つとかって、うん、なのでそういう人たちをどうやって関心を持つようなマインドにしていくのかって結構大きな課題だと思ってまして、うん、はい、例えば事務所でもゴミが落ちて出たら行くとかさ、例えばカーペットが汚れてるとかさ、そういうのも解決した方がいい課題だったりするじゃん。だけどやっぱりそこの課題ってスルーしちゃったりするよね。そうですね、結構マットずれてるのを直すとか、うん、そういうゴミ箱いっぱいだから変えようよとか結構放置されてたりしますもんね、うん、社内。そうそう、そうなんだね。やっぱりそこはどうなんですかね、やっぱ言い続けていくしかないんですかね。どうなんですか、岡田さん。多分そのワイズっていう会社に属している、まあ、その意識というか、なんか当事者意識みたいなものをちゃんと全員従業員が持てれば、そのもっとワイズを良くしたいっていうなんか思いのもと、多分意見とかどんどん上がってくると思うし、その社内にいてもじゃあマット直そうとかしたのもでも出てくると思うので、そういう意識の一つとかも結構大事なのかなとか思いますけどね。うん、それ会社だけじゃない、ないよね。でもちろん僕とか、酒井も大谷も含めて、100% 完璧にやれてないし、全然、我々も日常でいろんな不足があるわけなんだけど、なんとなくそういう、すべてのことに対して相手を思えるような人になっていくと、人生は豊かになっていくんだろうね。そういう意味では結構やっぱり背中を見せ続ける上司っていうのも大事なんでしょうね。そういう姿勢であり続ける人。うん、結構自分とかはその社長とお話しさせていただく機会とか、ミーティングの機会とか、で、やっぱりそういうところを、いや、見えづらいとか分かりづらいとか、こういうふうにした方がいいよっていうのをやっぱりつどつど言って、本当にずっと徹底して来れたっていうのは結構大きいかなとは思って。多分大谷さんもそうで、やっぱそういう思い姿勢の人の下でいるかいないかとかっていうのも結構大事なんじゃないのかなと思いましたね。はい、逆になんか想定通りいったなみたいなこととかってありますか？想定通りいったことか、なんだろうな。でもね、事業は着実に進捗してってるかなと思ってるし、うん、描いた仮説が、まあ、時間軸はいろいろあるにせよ、なんとなくいろんな事業をやってるけど、うんうん、これダメだったなーっていうのは、そんなにないかなーとは思ってるけどね。方向性は、うん、いいかなと思ってます。個人的には。確かにそうですね。自分が入社をした時は確か3事業部ぐらいしか
まだなかったので、うん、それから比べるとやっぱりすごい事業数は多くなってますし、それぞれの事業がなんとなくその形がやっぱり社長の経営法とかも通じて見えてきてるっていうのは社員としても感じるところではあるので、うん、まあ、このままラストワイズ 3.0 までちょっと駆け抜けたいっていうところはありますね。ラストも、うん、はい、ですね。これはちなみにちょっと広報からあのこれを聞いてみてくださいっていうところがあるんですけど、うんうん、これ社長が理想とする会社とはっていうすごいざっくりとした質問なんですけど、どうですか、ね、でもやっぱり社員の方々がこの WISE っていうコミュニティにいることにが有益であるそうだよね。いろんな人それぞれの幸せの定義っていうのは人それぞれ違うと思うんだけど、まあ、WISE のコミュニティいると幸せになれる会社が理想ですよね。そうです。結構、自分が入った時は成長っていうところがすごいフォーカスされた会社で、成長意欲がある人っていうところでも、まあ、それを幸せに感じる人っていうのはどん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 、入っていろんな役職ついていくなとは思うんですけど、結構大きくなってその制度とか福利厚生とかそういうところも充実して、そういうところにまあ幸せを感じる人たちっていうのも、まあ、結構入ってきやすい会社になってきたんじゃないのかなっていうのは思ってるんですけど、やっぱりそのあたりは社長も意識されてるんですかね、いろんな、まあ、社員とか、うんうん、そうだね。やっぱいろんな事業もあるし、いろんなフィールドがあるからね。まあ、そういう意味では本当に活躍できるフィールド、成長できるフィールドは結構整ってきてる感はありますよね。そうです。結構、なんかその人事の方が面白い言い回しだなと思って言ってたのが、その転職が社内でできるみたいな、いろんな事業があって、で、いろんな経験ができるっていうのは結構その、うん、新卒とかの社員からすると大きな魅力なんじゃないのかなっていうのは、うんうん、感じますね。うん。そうだね。はい。そうだよね。うん。うん、ちなみにもう一つ、ちょっと広報の方から、うん、これは我々向けではあるんですけど、うん、自分と大谷さんから見る社長の魅力とか、ちょっとすごいところとかを、ちょっとこの機会にね、聞いてみたいなと思うんですけど、どうですか、大谷さん。ちょっと、あげたらキリがないんですけど。あげたらキリがない。一番は、そうですね、なんか、やっぱり、私は新卒、まあ、酒井さんもそうですけど、新卒でこの会社入ってるので、まあ、山崎社長を、しか、まあ、ちゃんとした、まあなんでしょうね、社長っていうのは見たこと、ちゃんと一緒に働いたことがないんですけど、その、すごく常に最前線で、その、会社を引っ張っていってる部分っていうのが、一番社長の魅力であり、すごいところなのかなっていうふうに思ってますね。なんか結構、社長っていう存在って、なんでしょうね、もっとなんでしょう、壁があったりとか、あんまり現場に、入ったりとかしてこないところの会社とかもあるのかなと思うんですけど、結構 WISE はそうじゃないなっていうところがあって、結構社長が一番トップに立って会社を引っ張っていってるような気持ちがすごく私はあるかなって思いますね、うんうんうん、結構自分もその辺とちょっと関連してではあるんですけど、そのいろいろなすごい事業を考えられたりとか、多分、うん、自分たちより全然お忙しいのにもかかわらず、すごい学びの姿勢というか、情報に対するアンテナっていうのがすごいあるなっていうのはずっと感じてまして、要は自分がまだまだだなって、全然自分よりすごい人が言ってるんですよね。隣で。で、やっぱりそれを見ると、あ、ダメだ、自分もまだまだ足りてなかったんだなとか、成長しなきゃいけないんだなとか、自分よりすごい人があれだけ学ぶ姿勢を持ってやっているのに、自分は何やってるんだろうっていうところにすごいなんか覇気というか、魅力を感じることが多いですね。はい。ありがとうございます。よろしくです。でも、あれ、やっぱ社長は自然にそういうのは、もう癖で習慣でやってらっしゃってるって感じですよね、情報をもう取りに行くとかっていうのは。
だから、やっぱそう、情報取れる、やっぱ自分が成長するのが楽しくなってきてるよね。やっぱり20代の後半ぐらいからかな。何のために働いてんだろうって、毎日やっぱ仕事で忙しい中で、俺って何のために働いてんのかなとかって思った時に、その後ぐらいからでもやっぱ成長したいんだろうな、みたいな感じで、やっぱ自己成長に対しての欲求がやっぱり増えてってるんだろうね。そうですね。まだ、これを聞いたら多分みんなやっぱり勉強しない、学ばなきゃなって思いますよね。社長はね。自分はやっぱりそういうところにすごい魅力を実は感じておりました。はい。ありがとうございます。というところで、結構いろいろとお話を振り返りつつ、今後の事業についてもお話ししていただきつつというところではあったんですけども、ちょっとさっきと被るところはあるんですが、今後ですね、最後にどんな企業にしていきたいか、ワイズという会社ですね、というところを伺いたいなと思ってます。だからやっぱ人と企業の課題を IT で解決していく DX コンシェルジュをしていく会社だよね。だから課題がわかんないんだよね。やっぱり僕た、もう誰もがわかんないんだよね。で、その課題をどうすればいいかとかっていうのがわかんないから、それをなんか一緒に伴走してくれるような、一緒に考えていけるような課題と課題解決を、そんなコンシェルジュができるような会社になりたいなと思います。それがあれですよね、ひいては社会貢献というか、世の中の人たちのそれぞれの夢を叶えるための課題解決をしていくみたいな、そんな企業に、なっていければいいなというのも、自分もちょっと今日お話を聞いていて感じました。多分そういう企業にいるからこそ、多分中に入った人が、先ほどおっしゃってたように、意外と難しい、その相手を思うとか関心を持ちながらコンサルしていくっていう人材が育つような会社でないといけないなとも思ってますので、そうするとやっぱり人が育つ会社で、かつ世界に、日本という社会に幸せを、分け与えられるような、そんな会社になるんじゃないのかなというのをちょっとお話聞いてて思いましたので、引き続き一応まだペーペーという年でもなくなってきて、30超えまして、ついこの前ですね、あれなんですけども、ワイズという船を一緒に進めていきたいなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。お願いします。でも冒頭で話したけど、やっぱり酒井とか大谷のような、このサクセスストーリーをみんなに作りたいよね。人がたくさんあるから、やっぱちゃんと、ミッション持って、ね、酒井大谷のようなメンバーをどん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 増やしたいよね。はい、そういう人材を輩出できるように我々も多分成長していかないといけないと思うので、より今よりすごくなって、また数年後にですね 新卒を育てられるような人になっていきたいなと思います。なんか最後に大谷さんありますか？大丈夫ですか？今日結構割と静かなんで。そうですね。でも、そのさっきのその、ワイズを今後伸ばしていく上で、やっぱその、全部がやっぱ相手を思うっていう部分とか、そういうところにつながっていくのかなっていう、その、なんでしょうね。顧客のお客さん、ワイズのお客さんもそうだし、キャリアさんとか、従業員とか、ワイズの従業員の家族とか、そういったところにも、ちょっと、ワイズっていう船を動かす上で、一緒にみんなでし、あの、幸せになっていければなというふうに思ってます。はい。というところで、意外とあっという間に12時、はい。あ、お時間に本当なっですてね。しまいました。4月18日、9周年、本当におめでとうございます。そして、これからも100年成長する企業を作るという企業理念もありますので、その目標に向かって、私、酒井、大谷、含め、邁進してまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。はありがとうございました。ありがとうございました。い。ありがとうございます。
はい。ワイスコア、企業のデジタル化を支援しています。ワイスキャンプの出演者、スポンサーも募集中。希望の方は説明欄をご覧ください。